レディオガガがね、今月の17日でね、17周年を迎えたんですよ。でね、私これまでの動画の中で18周年とかね、何度も多分言ってるんですよね。で、多分もう直近だけじゃなくて、もう半年ぐらい前の動画でもね、普通に多分ね、言っちゃってると思うんですよね。でも、これまあまあ、とりあえず、まあ、間違えていたんです。まあ誰にそんな迷惑がかかったとは思えないんですけど、一応ちょっと本当間違っていたというお話をちょっとどっかでしないといけないなと思ってて、ね、このようにね、17周年おめでとうございますっていう感じでね、お花とかも頂戴しまして、本当にありがとうございます。もう、年齢は年のせいにしちゃいけないね、これでもね。基本的にね、いろいろずさんな人間ですから。今ね、年齢が私の年齢50歳なんで、まあ、はっきりするんですよ。で、確かね、48歳ぐらいからは、結構自分の年齢がね、今何歳って言われて、間違いなく言えたんですけど、一番難しかったのはね、42、3、4、5歳ぐらいの時かな。ね、今から5、6年前、6、7年前。もうね、自分が何歳って聞かれて、もう自分の歳がね、わかんなく。いや、わかるでしょ。ね。これわからないとは言わせない。これ私だけじゃないと思うよ。あれ、今何歳だったっけ？あ、そういえば何歳だったわ、みたいな。もうね、ちょっと分かれなくなるんですよね。で、今回のその17周年って、ね、これまあお客さんに指摘もらったりとかね、まあ、昨年の動画見るとおかげさまで16周年とか言ってたから、もう間違いなくね、17周年でしたね。そんなわけでね、もうこのレディオガガもおかげさまでね、17周年ということで、もう、いや、ずいぶん長くなってきたなと思いますね。で、来年、1年後18周年。まあ、あと3年で20周年か。まあ、20周年まで行くとね、まあ、老舗までは言わないけどね。まあ、我ながらね、自分も、ちょっと褒めたいなっていうところはありますかね。まあ、若い時にね、向こう水で、ね、もう、半分掛け事のようにね、まっすぐな目で、あと突き進んでこうやってきたお店ですけども、まああの頃と比べるとね、まあ考え方、体調、もう見た目も全部含めてね、人間こうやって年取ってくんだなってね、やっぱ日々分かる日がね、続きますけどね。そんなわけでね、そんなわけでね、おかげさまで、レディオガガ17周年を迎えることができました。これもひとえに、ね、これまでご愛顧してくださった皆様のおかげ、近年に関しては、YouTube をね、見ていただきまして、参考にしていただいたり、足を運んでくださったり、信じて、信用していただいたり、まあ、いろんな要素があってね、まあ、ここまでやってこれたかなと思いますので、まあ、ここまで来たらね、やっぱね、20年を迎えずにね、もう死ぬわけにはいかないなと、あるし、まあ、YouTube なんかでもね、まだまだお伝えしたいことあるし、やってみたいこともあるし、ここは一つね、テンション落とさずに、とりあえず私、区切りとしてね、55ぐらいまでは、ちょっとね、多少無理。まあ無理って言っても、その倒れるほどっていう意味ではなくて、やっぱこう、頑張ろうっていう気概をね。ただ、生きていくだけだと、だらけていくんですよ、私。ね。ダメ人間だから。ね。で頑張ろう。よし、振り絞るぞ、頑張ろうってね、自分に言い聞かせて、頑張ると、やっとね、水平をこう保てるぐらいの人間なんで。まあ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 、そんなんで、何が言いたかっていうと、17周年でした。18周年とかではないですよっていうね、どうでもいい雑談をさせていただきました。あ、そうそうそう、もう一つ。ね、これ、このトレーナーね。これね、コメントとかね、お問い合わせもあったんですけど、新しいの出たんですかって、いつは発売になるんですかっていう、お声頂戴してるんですけど、これね、実は非売品なんですね。We are GA と。ガガの GA ですね。レディオガガ RC ファミリーって書いてあってね。この2022リミテッドって書いてあります。星のマークがね、ついてるの。これ何かっていうと、今年のタミヤのワーちゃんタミヤチャンピオン、全日本チャンピオン決定戦だったかな。そこで、レディオガガに普段出入りしている方で代表取った方、ね、お揃いのもの着ましょうっていうんで、
特別にその方人間だけに、あと私と桜井氏とねだけに作ったものになるので、これちょっと一般販売っていうのはねなくてちょっと申し訳ないんですけども、記念のトレーナーってことになりますんでね、それだけ先生ご了承いただければと思います。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日はですね、一応2022年の締めのお話、いつもねどんなこと話してたかな、まあ、大した話はねしなかったと思うんですけど、一応ねちょっと私この YouTube をね撮っていく中で一つ心がけていることがあるんですよね。まあ、動画上でもね同じようなこと話したことあるんですけど、まあ、うちは、まあ、模型業界ですよね。模型業界の地方のミニマムな小売店ってことになります。で、仕入れはどっからしてるかっていうと、当然問屋さんからしてることが多いですね。まあ、メーカーによってはね直接取引させていただいて仕入れてるっていうメーカーさんもあるんですけど、主に一番大きな金額のものはやはりね問屋さんってことになるんですよ。で、この問屋さんっていうものって、以前昔と比べるとですね、だいぶそのいろんな業種的に問屋さんなくなったりとか、ね、ほとんど形を見せないとかってなったと思うんですけど、この模型業界ってやっぱねニッチだと思うんですよね。基本ニッチで市場自体もそんな大きいものじゃないから、やっぱね昔ながらの、ね、昭和の時代からずっとやってるような模型屋さんとかそういったお店さんも現状、まあ、だいぶ消えてしまったとはいえまだ残っている、商いとしてやっていける状況が残っている業種なんですよね。これがねもっともっと大きな市場でね、物流なんかでもね今のもう何十倍も動くような業種になると、小売店の規模もねものすごく大きくなって、その他の業種と同じくですね問屋さんの存在っていうものが、まあ、なくなっていくという業種にね変化していてもおかしくないんですけど、現状は残っているし十分機能していますし、今地方でねミニマムな営みをさせてもらってる模型業界の人間としてはですね、やっぱね問屋さんという存在がないとやっぱ厳しいんですよ。もううちだけじゃないと思いますね。まあそのもっと大きいところもどうか分かんないですけど、問屋さんのいいところってね、これ商売なんでやっぱこう物を仕入れるっていう中で、例えばメーカーさんがね10個仕入れる時があったら10個全部ここにね注文するとか、大変じゃないですか。で、それぞれね例えばメーカーさんにしてもある程度金額がまとまらないとやっぱね物を売ってくれなかった、売ってくれない、その悪い方してるつもりないですよ、ね、物を買えなかったりとか送料がかかってしまったりとかね、このメーカーのものってうちの店じゃあんま得意なものじゃないから、他のものも一緒にまとめて買えないとか、ね、そういったものが厳しいのを問屋さんという存在が一つあると、そこにまとめて注文できると、で、問屋さんで集めてくれて地方小売店に金額がある程度まとまって入ってくるから注文しやすいとかですね、まあ、あとはね契約上はねどこの問屋さんも基本的に返品交換はなしっていうそういう契約にはなってますけど、やっぱこう商売とか飽きないねお仕事っていうのは人対人じゃないですか。だから相手が姿が見えてね、でやっぱ困った時はお互い様とかお互いがウィンウィンになるような話し合いのもとちょっと物を交換していただける場合もたまにあったりとかね、そういった融通も聞きやすいんですよね。まあこれはいつも行われてることじゃないですよ。その本当あくまで信頼関係を得ればそういった状況もないわけではないっていうもうお話をしていますね。でですね、私 YouTube でね最近ですとレビューがねかなり多くなってきていますね。まあ、そのラジコン系でもね多種多様なものがあったりますね。バッテリー、充電器、ESC ね、まあ、当然本体であったりとか、ね、送信機であったりとかいろんなものをレビューしていただく中で、私基本的にはですよ、全部が全部じゃないんですけど、私の中のルール脳内ルールがあって、同じようなものだったらね、ここに、ここに私のケーナが2本あるんでここでご説明すると、まあこれケーナが2本はありますと、片方はね問屋さん経由で買えるものだとします。でもう片方は輸入物とかでね、そういったので仕入れたりとかするものだったとします。
同じような価格帯、同じような性能だったら自ら進んで問屋さんが扱っているもの、問屋さんにてこう仕入れできるっていうものをやっぱ、ね、優先してレビューしています。もちろんこうもう存在しないとかね、あともう物的にものすごく面白いからこっちの直接仕入れのものとかね、問屋さんで扱ってないものも紹介するのも多々ありますけど、まあ、基本的にねうちで扱っているものに関しても直接個人で買えるものではなくて、やはりね同じようなもので同じような値段出すんだったらちゃんと日本の代理店であったりとかメーカーさんが売ろうって問屋さんを経由して、そして小売店に入ってくる、問屋さんが経由できるなら日本中どこのちっちゃいショップでも入れることができる、それはこっちを選びます。私がご紹介するっていうものはやっぱりこう責任を感じていて、やはりこの業種にお金が残ったり、この業界にお金が残ったりね、それをなりわいとする輸入代理店さんが潤ったりっていうものが見えてこないと、この業界で生きている、生かされている人間にとってはやっぱそこね無視できないですしね。はい、それではね2022年も多くのご愛顧を頂戴しまして、そしてムービーね動画の方もたくさん見ていただきまして、そしてこんな福井の山奥にね全国から多く足を運んでいただいて本当にありがとうございました、ね。まあ、私の思いとかスタンスはね変わらず、ね、自分がやっていること、自分がしていることが何かしらこう社会とかね地域とか自分の行動が意味がある、ね、自己肯定感ですよ、ただの。だけどそういった思いを持ってやっていきたいと思いますので、来年ね2023年も何卒レディオガガとそして高橋を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年をお過ごしください。